おはじゃいでいこう。山森幸太です。はい。今回はですね、タイトルに書いてある通り、あるヤモリをお迎えしました。まあ、ヒントはですね、まあ、こんな感じです。はい。そんなわけで、今すぐ公開します。それでは、レッツ、電撃！はい。今回お迎えしたヤモリは、この紙袋に入っています。それでは、出していきます。はい、僕がお迎えしたヤモリは口裂けヤモリです。どうでしょうか、かわいいでしょう。あ、ちょっと開けてみなきゃわかんないですね。じゃあ開けます。はい、小さくて見にくいのでカップから出しました。あー、ちょっと口顔、はい、まあ僕今回お迎えした子は、まあ、口裂けヤモリです。まあこの子はですね、まあミカドヤモリの仲間ではないです。ですが、まあ生息地は、まあ、同じニューカレドニアに生息する小さいヤモリですね。はい、まあ本種の特徴としては、まあ先ほど言った通り、まあこのほっぺたの部分に、なんか口の裂け目みたいなのがあるの分かりますか。まあそれが本種の由来です。これがまあいいんですよ。まあ他にも本種の特徴は、あのこの恐竜のようになんかゴツゴツした鱗が、わかりますか、この丸い鱗がまあいくつか並んでるんですけど、まあこれがね、またいいんですよ。そしてこの可愛いお顔です。この子そんな速くないかな。いや、そうでもないかね。まあこんな動きです。かわいい。あ、ちなみにこのサイズでもう大人ですね。まあ、てことは、まあ、クレスよりも全然小さいサイズです。まあ大きさで言えば、まあヤモリ全体で言えば、まあ日本ヤモリよりも小さいですね。多分じゃない、小さい。まあだいたいこの子10センチあるかないかぐらいかな。まあわかんないですけど。はい、今回使用する飼育ケースはまあこちらです。まあこれは、まあ、ゆうくんがまだ小さかった頃に使ったケースです。まあ、それでは早速この中に口裂けヤモリを入れます。ピントが合わねえな。なかなかピント合わないんですよね。よいしょ。いくで。いくで。くーちゃん。くーちゃん。うおー。いくよ。いくで。ちっちゃい。この大きさです。お、なんか色濃くなってきた。すごいな、もうなんか黒と緑のバンド模様です。はい、そんなわけで今回の動画は以上です。はい、いかがだったでしょうか。まあお迎えする予定はなかったんですけど、まあこれも何かの運命でしょう。今回は、まあ、ミカドヤモリじゃないカベチョロ系のヤモリを初めてお迎えしたということです。まあですが生息地がニューカレドニアなので、まあ、僕の飼育しているカベチョロ系ヤモリはみんなニューカレドニア出身なんです。まあそんなわけで今後も口裂けヤモリの動画出していきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録して見てください。それではご視聴ありがとうございます。メメネーコー
イエーイモーイエーバイバイ。かわいいね。壁面の水滴を舐めてます。俺からは以上です。